こんにちは、魔法界 .com の魔法使いパンケーキマンです。今日はハリーポッターグッズを紹介します。皆さん元気でお過ごしでしょうか。一つはもうおなじみのミナリマ大阪で買ってきました。でもう一つがユニバーサルスタジオジャパンのハリーポッターエリアで買ってきました。この紙袋は非売品なので、現在売ってもないですし、買うこともできません。あらかじめご了承ください。では、グッズなんですけども、ちょっと違いがあるのであえて2つを買ってきたんですが、このグッズご存知でしょうか。ハリーポッターの映画の中で、ホグワーツのノートとして登場しています。まあ、ハリーやロン、ハーマイオニーたちが授業で使う時のノートとして、登場するんですけども、デザインはいろいろあります。で、このグッズがですね、現在のバージョンのグッズを南間大阪で、入手しました。こちらと一方こちらの、ユニバーサルスタジオジャパンで買ったグッズのノートがこちらです。まあ一見同じグッズに見えるんですけども、ちょっと実はユニバーサルスタジオジャパンで売ってるグッズが旧製品の古いタイプです。で、新製品と旧製品でちょっと違いがあるので、今日その紹介をしていきます。まずパッと見て違いがわかる方は、かなりのハリポッターのグッズマニアかなと思います。わかりますか。といえば、で、裏がでは、まずちょっと違いからいっていきます。まず、ミナリマ大阪のグッズは、価格が安いです。2980円で販売中です。そして一方、このユニバーサルスタジオジャパンのグッズ旧製品は価格がユニバの販売価格で4900円です。ちなみに以前ポップアップショップで販売したウィザコレの時ではもう少し安く販売していました。で、価格以外にすごく価格差があると感じるんですけども、実は大きな違いがあります。まずミナリマのグッズ、こちらに見えますか。生産国がメイドインチャイナなんですけども、こちらのユニバーサルスタジオジャパンのグッズの場合、ここのここです、メイドインイングランド。皆さん気づいてましたでしょうか。すごく違います。では早速ちょっと中を開けていきたいと思います。こっちがミナリマの現行品、今のバージョンです。こちらが旧製品、ユニバで売ってる方のノートです。見て、左側が新現行品、ミナリマ大阪で売っている分、右側が旧製品、ユニバで売っている分です。例えば、価格が違う理由の一つには、現行品はですね、ここの黒い帯の製本テープの部分が実は印刷なので、表紙の方と1枚の紙になってます。一方、旧製品の方はこの製本テープとここのところに段差があって、例えば爪でなぞると引っかかります。で、下が現行品、
上が旧製品です。分厚さもですね、現行の方が少し分厚くて旧製品の方が薄く、色も白いノートになってます。で、2つ見比べると分かるんですけども、微妙にですね、この表紙のデザイン一緒なんですけども、多分切り出しているサイズが少し違うんですね。で、あと見分け方としては、ここの印刷している方は帯の幅が狭くて、旧製品のこの製本テープしっかりしている方、もう手で触ってもザラザラしてると分かるんですけど、太いと一応大きな違いがあります。まあ、見なりまにも確認したんですけども、正確なことはちょっと教えてもらえなかったんですが、旧製品の方がすごく出来がいい、まあ、価格も高いに当然なんですけど、もう本当の映画の小道具のプロップと同じ作り方をしてるんじゃないかというぐらい、リアルにできてます。現行品の方は価格が安くて買いやすいんですけども、まあ、なんていうんですかね、そのリアルさはちょっとだいぶ落ちるんですね。持って遊ぶ分には全然安い分だけ買って使いやすいノートではあります。現行品の方ですね、こちらを1ページ開けると、まあ、黒い表紙があって、でめくると中のノートがこんな感じです。まあ、黄色っぽい感じですね。で、旧製品のユニバで買ってきた方は中をめくると、まあ、ここの仕様は一緒なんですけども、黒い表紙があって、で中が罫線があるノートになってます。まあ、色がやっぱり白っぽいんですね。で、この違い分かりますかね、このザラザラな感じで、ここの段差があって、ちゃんとテープになってて、上にさらに表紙のカラーの印刷した表紙が貼られている状態なんですね。で、いくつかちょっと違いがあってですね、まずこのノートの特徴なのが、まあ、ホグワーツノート共通なんですけども、表紙にここに、名前を入れるスペースがあります。名前とクラスと。この上には、ホグワーツスクールオブウィッチクラフト&ウィザードリーというホグワーツ魔法魔術学校という、まあ、タイトル学校の名前が印刷されているんですけども、で、この名前を入れるとこのスペースも若干サイズが違います。で、後ろの、これも印刷されてるんですけど、ミナリマのこのロゴ部分、こちらも現行品はでかいんですけど、旧製品の方がちょっとちっちゃく印刷されてます。どうでしょう、安くて印刷の方の現行品、高いけども、小道具のようなリアルなプロップ、どちらが欲しいですか。ちなみにですね、この旧製品の方はもう全然売ってません。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの、販売しているショップは、袋便オールポストという、あの袋がたくさん入っているお店で販売中です。で、まだですね、伺ったところ、在庫が残ってます。ただし在庫限りなので、欲しい方はお早めに買いに行ってみてください。このノートに羽ペンアイテム用意すると素敵な遊びができるかもしれません。例えばハーマイオニーが授業中にノートを書いているように広げて羽ペンで書いているような感じで、どうですか、ハリーポッターエリアに持っていくとすごく楽しそうなアイテムの組み合わせに見えませんでしょうか。で、このシリーズなんですけども、このデザインは、ハーマイオニーが使用していたノートという設定で販売しているレプリカノートです。あと2種類ありまして、それも今回せっかくなんで買ってきました。こちらですね、じゃん、ハリーが使用している方のノートと、こちらが
ローンが使用しているノートという設定です。これがハリーのバージョンです、まあ、デザインは違うだけでノートとしての仕様は全く同じです。ここにもメイドインイングランド、もう完全に、プロップと同じレベルのノートなので、すごくそれがたった4900円で買えるっていうのはすごくお得じゃないかなと私はコレクター的にはすごく感じます。でこちらがロンのノートです。はい、このデザインがロンのバージョンです。ハリーでハーマイオニーと、で実はですね、ミナリマン大阪が多分オープンした当初はこの旧製品が販売されたと思うんです、価格は多分ウィザコレと同じ3980円で、でいつから変わったのかはちょっと定かではないんですけども、途中から、現在のこの新しいバージョン、まあね、なんか下がったというバージョンが販売になってます。だからもしもう買われて手元にあるノートがどちらかというのは一度見ていただくと分かります。中国製だと現行品、メイドインイングランドだと旧製品、はい、では、今日のグッズ紹介が、ハーマイオニー、ハリー、ロンのノートの紹介でした。この動画が良かったら、チャンネル登録と、高評価よろしくお願いします。でまた、グッズ紹介、なんかこのグッズを紹介してほしいというリクエストがありましたら、コメント欄や魔法界 .com の、Twitter などで、どしどし、リクエストもお待ちしております。それでは、またお会いしましょう。バイバイ。Thank you.